今日はリディアンスケールのおさらいとアドリブソロ練習の方法について、次回の内容につながる少し難しい話について話をしていこうかと思っております。はい、どうもです。ジャズベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。前回にね、ジャズとかね、アドリブのソロのね、ポップスとかでもそうですけども、練習方法について、まあ何がゴールなのかなとか、どういう考えで練習していったらいいのでしょうかね、というふうな話について、まあ木曜のおしゃべりタイムというふうなコーナーを切り取ってですね、話をしました。よかったらね、こちらの方も見てみてください。具体的な練習方法の内容というわけではないんですけども、何かね、ちょっとね、皆さんの練習の、なんていうかこう、あ、そういうことなんだなとかっていうふうな、心持ちにつながるような話もたくさんしておりますので、よろしくお願いいたします。そして今日はもっとね、具体的な技術的な話をしようかなと思っております。まあ、今日はね、具体的にアドリブソロとか、もうちょっとベーシックな前の話をしていきますので、すべての楽器のね、肩対応ということでね、僕ベーシストですけども、ベースを使って演奏していきますけども、すべての楽器の人が練習できるような話になってますので、ご自身の楽器だと思ってね、聞いていってください。よろしくお願いします。そして、具体的に今日どんな内容をやっていくのかっていう話をしていきます。まずは、リディアンスケールというダイアトニックスケールの中の1個のスケールがあるんです。まあ、4番目のスケールなんですけども、これについておさらいをします。なので、まず具体的に、リディアンスケールの成り立ちと、実際の構成音、そしてどんな練習をしていくのかって話をして、具体的に、まあ、僕がね、一つのテンポを取り出してやっていこうかと思います。練習方法の仕方の話をしますので、具体的にね、練習してみてください。そして、その後に、まあ、4番目の音と言いましたけど、ダイアトニックコードと言いましたけど、じゃあ実際これどうやって使っていくのというふうな話を、ちょっと触り部分をしようかと思ってます。で、まあ、このね、全部のね、ダイアトニックスケールとか覚えた方もいらっしゃると思うんですけど、どういうような感じで応用していくのかっていうのが今日少しわかると思います。これまでそういうような話をしたことないと思いますので、結構目から鱗的な話になるんじゃないかなと思います。そして、具体的にそのリディアンスケールを使った練習方法っていうのは、次回に曲を変えて、具体的な話をしようかと思ってますので、この流れでね、次回にそのまま引き継いできますので、もしね、今日初めて見られている方とか、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、何卒ね、チャンネル登録をまずしていただいて、お待ちいただけると嬉しいなと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして、今日もね、少しでも面白かったとか、ためになったとか、思っていただけた方、合わせてグッドボタンも何卒よろしくお願いいたします。非常に励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。ちょっとね、普通の話とは違った切り口でね、今日も話をしていこうかと思いますので、楽しみに最後まで聞いていってください。よろしくお願いいたします。では、まず、リディアンスケールということで話をしていこうかと思っております。どうぞ。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、ここからは具体的に楽器を持って解説していこうかと思います。少し前に手に入れた、1960年のジャズベですね。非常にいい音で聴いております。というわけでね、今日も楽器を使ってやっていこうかと思ってます。で、僕ベーシストなのでね、いつもこの話しますけど、エレキベースで今日解説してきますけども、全ての楽器に共通ということですので、ご自身のね、楽器と置き換えて聞いていってください。ちょっとね、あまり他では話されてないかもわからないような、まあよくある練習なんですけども、まあお持ちということと、あとまあリディアンスケールのおさらいとかをやっていこうかなと思ってます。で、まずリディアンスケールのおさらいということなんですけども、まあおさらいというぐらいなので、もちろんこのチャンネル取り上げております。で、昔、だいぶ昔なんですけども、ダイアトニックコードスケールかな、ダイアトニックスケールを弾いていこうということで、7個各々取り出してきちんと弾いていく練習をしているような動画を上げております。で、実際ダイアトニックスケールを弾こうというリストもありますので、こちらを見てください。今日は1個しか、1個のテンポしか取り上げずに、まあ、1回だけね、弾こうかと思ってますけども、さらっと行こうかと思いますので、重きとしてはね、おさらいをしつつ、まあ、具体的にどういうふうな考えの時に使っていくと面白いのかって話を今日はしていこうかと思ってますので、で、具体的にね、次回には、曲に当てはめて、その練習のポイントなんかっていうのを話していこうかと思ってますので、ぜひね、細かい、ダイアトニックスケール、他にもね、ありますので、よかったら今先のリスト見てみてください。
で、それ以外にも、まあ、その根っこになるようなイオニアンスケールですね。イオニアンスケールの動画も上に上げておきます。2オクターブの練習の方法ってことで、今年のね、夏ぐらいだったかな。ゴールデンウィークかなに、特集としてやりましたので、よかったらね、こちらも見てください。やっぱりね、このイオニアンスケール、もともと根っこになるようなものっていうのが分かっている、きちっと弾けるっていうのはもっと大事なことですので、あまり取り組んだことないよっていう人はね、ぜひそちらも見てみてください。と、もう一つ。今回の話っていうのは、理論的な話もだいぶ含まれてきます。なのでね、音楽理論っていうのもね、作ってますので、それも今年ガッとまとめて夏ぐらいに、特集組んでますので、よかったらそれ見てみてください。で、音楽理論って非常に幅広いですし、挫折したことある人もいるかもわかんないですけど、今日の話とか、こう、使えるものに直結するような感じで取り上げてますので、非常にわかりやすいと思いますので、やる、ここ、なんか複雑なことを考えずに、これをまず回答してください。これを理解してくださいっていうような感じで区切ってますので、よかったら見てみてください。非常に参考になると思います。よろしくお願いします。では、それを踏まえた上で、おさらいということで、まず、リディアンスケールって何ぞやということを話をしていきます。まあ、こちらにちょっとね、図を出したいなと思います。ほい。出てきました。出てきたものがね、これ、ドレミファソラシドが書いてあってですね、順番にこう、線が書いてあると思いますけど、これが、まあ、ダイアトニックスケールの一つの考え方、成り立ちの考え方ということですね。まあ、今回の場合ですと、キー C のドレミファソラシドが書いてあります。多分、2オクターブかな。っていうのが書いてあります。で、これが、ドからスタートする。これがイオニアンスケールですよと。で、これがドリアンスケールですよと。これフリジアンスケールですよと。で、まあ、間違えた。これがリディアンスケールですね。そして、ミストリディアンスケールだと。エオリアンスケールですよと。これがまあ6リアンスケールですよということがまあ図で書いてあると思います。ちなみにこれなんですけども、その理論の時にも散々話してますけど、そこの重要なポイントだけ押さえているような、教材っていうのも販売してますので、それね、下の説明欄のところにノートという外部リンクからね、この教材、これも載ってるものの教材、十数ページにわたったものなんですけど、まあそれだけね、使うことだけをギュッと凝縮したような教材も販売してますので、動画とね、一緒に勉強してもらうと非常にわかりやすいと思いますので、そのね、教材下に貼っときますので、ノートの URL ですね、そちらから購入できます。数百円で買えるので、よかったらね、気になる方はそちらも購入して一緒に勉強してもらえると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。で、このように成り立ってて、今出てきたこの4番目のスケールの音ですね。で、もう一個のね、ちょっと図を見てもらいたいんですけど、ずっと、インターバルのやつかな。ほい。出てきました。これ出てきたものが何かというと、まあ、このね、C からスタートすると、1、2、3、4、4番目なので、F からスタートしたものなんですけども、ファ、ソ、ラ、シ、ド、レ、ミ、ファというのがインターバルなんですけども、で、この書いてある、図面で書いてあるものっていうのはベースだったりとかギター。まあ、ギターさんの場合だと、低い弦4本のものですね。の形で考えていくと、こういうふうな形になりますっていうので、わかりやすいと思います。で、管楽器とかピアノの人だったりすると、インターバルで考えていくといいと思います。具体的に、まあ、4番目の音からスタートするリディアンスケールを弾いていくと、1個目の音がルートと考えると、次2番目の音っていうのがそれに対して全音。次も全音。そして4番目の音に関してもまた全音。そして4番目と5番目の音が半音。で、5番目と6番目の音が全音。で、6番目と7番目の音がまた全音。そして、7番目と、またその上、オクターブ上のルートの音が半音でできている。というのが、このリディアンスケールというものの成り立ちになってます。で、まあ、具体的に弾くとね、こう今、キー C のドレミファソラシドで考えると、F からスタートしている、リディアンスケールというのができていると思います。で、まあ、ここまでくらいだったらなんとなくわかる人いるかもわかんないですけど、じゃあ、これ F からだけなのかったらそうではなく、例えば、C からスタートするリディアンスケールっていうのももちろんあるわけですよね。そうすると、このリディアンスケール、C リディアンスケールって言うんですけど、C リディアンスケールは元を返すと何のキーなんでしょうかということで、まあ、このチャンネルを長いこと見られている方だと、本当にね、初めて見られている方は特にそうだと思うんですけど、理論難しいと思う方多いかもわかんないですけど、この僕のチャンネル見られている方だと、生配信で結構聞いてても、音楽理論よく理解されている方多いです。もともと分かった人もいるかもわかんないですけども、僕のチャンネルで勉強してしっかり習得されている方も結構いるので、よかったらね、考えてみてください。C のリディアンスケールなのはもちろんキー G です。G のドレミファソラシドを弾いたときに4番目の音からスタートするのが、まあ、リディアンということなので C リディアンというふうな感じになるというふうに、まあその一つのね、音楽理論の中の問題でもありましたけど、一つのスケールを固定されるとそのキーが分かってくるというふうな逆のことが考えられるってことですね。というのも一つのハードルになってます。
で、その、今さっき言ったように F のリディアンスケールだったり C のリディアンスケールっていうのがもちろんあるように、これ12個全部あるわけですね。なので、今回そういう風な感じで練習していこうかなと思っております。で、今回の内容っていうのは、テンポいくつぐらいでやろうかな。ちょっとハードル高いと思いますけども、時間もね、短く済ましたいので、この後ね、テンポ100で、四分音符で弾いておこうかなと思います。で、C からスタートして C のリディアンスケールですね。F に行ってという感じで、恒例ですけどもヨドでずっと進んでいくというリディアンスケールヨドずくめでやって12キーやってという練習をしていこうかと思います。あ、ちなみになんですけど、もう一個ここでね、大事な話、リディアンスケールを勉強していくときに、まあ、もちろん今さっき言ったインターバルってのは間違いないんですけども、考え方としてね、もともと例えばイオニアンスケール、ドレミアソラシドですね、これが、しっかりまず練習してもらいたいんですけど、これができてる方だと4番目の音、ファに当たる音を半音上に上げる。そうするとリディアンスケールにできるので、全部 F からスタートするのも F のイオニアンスケールで弾いたものを、ではなく、スタートさせるとこから4番目の音が半音上に上がってるという風に考えてもらうと、リディアンスケールはやりやすいんじゃないかなと思います。結構ね、いろんな楽器の方は僕レッスンした経験がありますけども、リディアンスケールはね、イオニアンスケールちゃんと弾けてたら、リディアンスケールは結構さらっと弾けてる方が多いので、まあ、イオニアンからね、変化、一個変化したものだというふうに考えてやってもらうと分かりやすいのかなと思います。ではね、テンポ100で具体的に弾いてみようかと思います。で、今日もメトロノームを使います。今回音源とか特に作ってないので、メトロノームでやります。で、テンポ100の四分音符なので、結構早いですけど、まあ、おすすめとしては、テンポ80とかの二分音符とかから、ゆっくりから練習してもらえるといいかなと思います。ひとまず12キー全部やれそうだったらやりますし、途中で切るかもわかんないですけども、やってみてください。よろしくお願いします。どうぞ。ワン、ツー、スリー、フォどうだったでしょうかね、聞いていただきましたけど、結構ね、テンポ早いのでね、パッと追いつけなかった人もまあいるんじゃないかなと思います。この後ね、ちょっと具体的にリディアンどういう風な感じで使っていくのかっていう話をしていこうかと思いますので、まあ参考にね、まあちょっと、まあ特にね、具体的に別の曲をと今日取り上げる曲ではない曲とを取り上げて具体的に話をしていくので、もしよかったらね、リディアンスケールちょっとまた振り返って練習しといてみてください。よろしくお願いします。もちろんね、テンポゆっくりから練習してもらえるといいんじゃないかなと思いますし、まあ、いろんな音域で弾けるとかっていうのが、まあ、大事ですよねっていうのは、まあ、いつもと同じことなので、まあ、そんな感じでやってみてください。
ではですね、ここで具体的にちょっとね、スタンダードの譜面を出しながら、まあ、リディアンってどんな感じでまあ、練習していくのかなっていう話をしていこうかなと思います。ちょっと出してみます。ほい。出てきました。一部コード進行が出てると思いますけども、まあ、見ていただくとね、もう、ああ、おなじみの曲だなということでわかると思うんですけど、まあ、There Will Never Be Another You という曲になってます。まあ、僕がジャズのアドリブソロの練習の方法について話すときに一番最初に取り上げている曲です。で、まあ、見てもらうと、順番に E フラットメジャー7、E フラットメジャー7、D マイナー7、フラット5、G7、C マイナー7、F7、B フラットマイナー7、E フラット7、A フラットメジャー7、A フラットマイナー7で書いてあるかな、D フラット7で書いてあるかな、E フラットメジャー7、C マイナー7、F7、F7、F マイナー7、B フラット7というような感じで流れていってると思うんですけども、まあ、そこまでしか出てないか、まあ、もっと出してるかはわかんないですけど、まあ、そのような感じになってると思います。で、そうすると、まあ、この曲の中で、おのおのスケールを分析していくと、とか、ダイアトニックコードって何なのかな、みたいな感じで、まあ、その、なんていうんですかね、アナライズっていうんですかね、分析できる人だったりすると、まあ、一応この何の時にどのスケールなのかっていうのが見えてくると思うんです。で、今回のリディアンスケールってまあ4番目の音なので、まあ、E フラットメジャーキーなので、まあ、それの4番目と、E フラットのドレミアソラシドの4番目のダイアトニックコードって何かなって考えると、A フラットメジャー7ということで、そこがリディアンスケールということなので、まあ、3段目の A フラットメジャー7っていうのが、まあ、そのリディアンスケールに当たってくるんじゃないかなっていうのは、まあ、ご察しがついてくるんじゃないかなと思います。ただですね、じゃあこの僕がこのアドリブソロの話をするときに、ここリディアンスケールですって今まで説明したことあるかったら、まあないわけですよ。まあもちろん、曲を分析していく上で、まあいろんな方が動画を上げてらっしゃるでしょうし、本とか書かれてる人もいると思うので、まあまあ、まあ音楽的な説明をするときっていうのは、まあもちろん間違いではないので、このように説明されることって多いと思うんですよ。まあ3番目のこう、Dm7flat5 が6リアンですよとか、Cm7 とかエオリアンですよとか、言われる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、まあもちろんね、この A フラットのとこはリディアンスケールっていうのは魔法なき、まあ一つの考え方としては間違いないものだと思うんですよ。だけど、じゃあ僕がね、このアドリブソロの話を今までしてた時に、ここリディアンスケールを意識して弾いてくださいって言ったかとか、もっと言うなら Dm7flat5 のところを6リアンと意識して弾いてくださいとかって言ったら、言ってないわけですよ。で、どう考えるかと言ったら、まあ、今まで見られている方ともちろんご存知のように、元々の根っこである E フラットのドレミアソラシド、イオニアンスケールから派生したもの、もしくは、例えば G7 だったり F7 だったりとか、ちょっと変化しているものっていうのは、実際細かくそこが出せるとかっこいいですけど、最初はね、あんまりそんな細かいことを気にせず、ちょっとしか変化のないものだったら、共通している音も多いので、その中で、イオニアンスケール、E フラットのイオニアンスケールの中で自由に歌っていきましょうというふうな話でした。じゃあ、このリディアンスケールわざわざ意識する必要ないし、まあ、じゃあリディアンスケールこれ練習する必要ないんじゃないかと思う人もいるかもわかんないですけど、もちろん最終的に細かく考えるときにリディアンを考える人っていうのはいなくはないと思うので、もちろんそれが必要かって言えば必要でないっていうのも、必要でないわけではないっていうことも言えるとは思うんですけど、もっとダイレクトに使う方法っていうのがあるんですよ。で、それはどういうことなのかというと、例えば今回みたいに、すべてのスケールとして考えられる、細かく出せるように越したことはないんですけど、まあもうちょっとレベル先の話だと考えたとしてもですね、もうちょっと違うアプローチでリディアンの方法っていうのが、まあ表現する方法っていうのがあるんです。この曲じゃないんですけども、例えば、まあ前ね、ブルーボッサでも話しましたけど、どうしてもその曲のキーの中で収まらないものだったりすると、まあ、いわゆるね、作曲の段階では転調と捉えるべきじゃないのかもわかんないですけど、表現する上ではプチ転調と考えた方が楽ですよって言った場合だったりすると、違うスケールに置き換えたりします。それ以外にも、その曲を表現する上で、例えばですね、ちょっとね、曲を変えてみたいなと思います。ほい、変えてみました。これね、Cm7、Cm7 ということで出てきてる。まあ、これ何かあったら少し前に話しました、ブルーボッサのコード進行でございます。で、この時に話しましたように、まあ、Cマイナーキーというふうなことで考えられると思うので、まあ、平行調と考えると E フラットのイオニアンスケールから派生したものだと。全く今さっきと同じですよね。なんですけども、まあ、もちろんコード進行違うので、同じ E フラットのドレミアソラシドの中でも、音のね、表現の仕方っていうのは変わってくるので、コード進行に習って、なんというかこう、耳で判断してね、綺麗に弾けるように練習していきましょうというのはね、これまでにも話してますけども、そのブルーボッサの回で少し話しているのが、3段目のものっていうのが、まあ、D フラットメジャー7というようなものに最終的に落ち着いてますけども、まあ、これをね、表現していくときに、まあ、このような感じのときに、
まあ、E フラットのドレミはソラシドだけだと、ちょっと、全然違う音になっちゃうわけですよね。なので、まあ、その、作曲の観点で言うと、転調と捉えていいのかどうかっていうのはちょっと微妙なところありますけど、まあ、E フラットから関係してないわけではないので、でも、その、まあ、表現する上では結構音が変わってくるので、じゃあ、ここは、まあ、プチ転調したと考えましょうというふうに、そういうような感じで表現する方法もありますよね、ということで、まあ、以前説明したのが、まあ、それもね、リストを上げときますけども、まあ、D フラットのイオニアンスケールというふうな感じで弾いてもいいですけども、その2つ前のコード、E フラットマイナー7というものを取り出して、まあ、これ何かと、D フラットのイオニアンから考えていくと、2番目の音だなというのが分かってくるので、まあ、そうするとドリアンスケールだなということで、この3段目だけドリアンスケールで弾いてみるとどうでしょうかと。同じ E フラットを統一させて、そのような練習してみてはいかがでしょうかというふうな話をしました。アドリブソロの練習の方法っていうのは、まあ僕は主にこのようなことをね、いろいろ練習していくのが大事だと思うんですよ。最終的にね、まあ前回も話しましたけど、歌として表現できるというのがやっぱ大事ですので、まあそういった意味で、いろんな練習方法、いろんなアプローチの方法で自由に表現できるようになっとくっていう、まあ下準備というかね、慣れみたいなのが大事になってくるんじゃないかなと思います。そしてこれね、今さっき3段目というのは、まあ必然としてね、今回話してますけども、例えば今回のね、表現したいなと思うのが、ちょっとこれから難しい話しますけど、方法論だけ少し今日かじっときますので、次回までに考えといてもらいたいなと思うんですけども、例えばこの Cm7 っていうのは、まあその E フラットのイオニアンから派生したものと考えるならば、6番目の音になりますので、エオリアンスケールというものがハマってくると思います。この曲を全部 E フラットのドレミアソラシド3段以外を E フラットのイオニアンスケールで弾いていくとするならば、音の C から始めると考えるならば、エオリアンスケールと同じ構成音になっていると思うんですよね。もちろんそれでもありなんですけども、まあ、この曲ね、よく表現される方法として、まあ、この F マイナーのとこドリアンスケールになると思うんですけど、まあ、E フラットのイオニアンスケールそのまま弾いたらそれと、F のドリアンスケールと同じ構成になると思うんですけども、これをわざと C のマイナー7なんですけど、マイナー6みたいなイメージで、まあ、この7というのがここでも存在してるんですけども、ドリアンスケールとして置き換えると、C のドリアンスケールとして置き換えると、表現として面白いよねとか、もともと曲のことから考えていくと本当はドリアンだよねというふうにおっしゃる方も多いですし、そのように表現される方も多いと思います。で、まあ、僕は今回ね、どっちをどうしていったらいいのかっていうのは、まあ何がいいかっていうのには言及はしないんですけども、アドリブソロっていうのはこのように、まあ、違うものに置き換えたらどういう風になるのかなとか、その表現がかっこいいよね、綺麗だよねっていうのを楽しむ側面もあったりします。でもっと言うなら歴史的に、な人とかが演奏してるのを分析してみると、あ、ここはこう、そのダイアトニックのものとは違うものと考えて表現されてるんだなっていうのも、耳コピーなんかをしてみると垣間見ることっていうのができたりします。なので、今回はこの最初のね、次回具体的に説明しようと思っているのが、最初の2小節の Cm をドリアンスケールで弾こうというふうな感じのことを考えていこうかと思うんですけど、じゃあということをもうちょっと考えてみたいなと思うのが、そのドリアンではなく、C のドリアンではなく、これ E フラットから C のドリアンスケールと同じ構成音を通るのが、E フラットからスタートさせてるとするならばですよ。まあ C のドリアンスケールがあると思いますけど、めちゃくちゃ難しいと思います。他の人が慣れてない人だとするとね。で、E フラットの音も途中で通っていくので、これ順番入れ替えると、こうなるわけですよね。これって E フラットから見たら何なんかというと、これが E フラットのリディアンスケールになるんですよ。なので、今回のね、前回少し話した、E フラットとして統一して練習していくとどうなるんですかねって言ったことと共通のような感じで、この最初の2小節を E フラットのリディアンスケール。それから、そこから先がしばらく E フラットのイオニアンスケール。そして、その3段目だけは E フラットのドリアンスケール。というような感じで変えていくと、まあ、面白い表現の一つになりますよ。そういった練習も有効ですよ。というふうな話をしていこうかと思います。なので、今回話したいことっていうのは、ダイアトニックの4番目の音をリディアンで弾こうというんではないんです。違う表現をしたいなといったときに、別のものを考えたときにリディアンだったり、他のスケールを当てはめていくと、違った表現になって面白いですよ。そういう練習も有効ですよ。ということを、まあ、今回、まず話したいなということでした。
で、具体的に、次回にね、ブルボッサを取り上げて、まあ、どうしてそうなるのか、そしてその時の表現方法をどうやって練習していったらいいのかっていうのを具体的に取り上げていこうかと思ってますので、もし今日初めて見られてる方とかね、ちょっと難しいなと思う方は、何ぞとね、他にもね、理論的なやつとかも分かりやすく話してますので、よかったらチャンネル登録とかしていただいて、この話たくさんしてますし、音楽理論とかもまた振り返ったりも話いろいろしますので、生配信で問題とかも出したりして、質疑応答をやりながらやったりもしてますので、なので、もしよかったらね、今日初めて見られてる方とかいらっしゃいましたら、なんか上手くなるきっかけだとか思っていただいて、何卒ねまずはチャンネル登録のねお付き合いからしていただけると嬉しいなと思います。チャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。そして今日も少しでも面白かったとかためになったとか次回楽しみだなとか思っていただける方は合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。そんな感じで今日はこれにて終わりにしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。